とりあえず思い通りになってしまうっていうことだよね。やばい、またやばい、とんでもないことさせられてる。完全に犯罪のそれなんだけど。あらー、知りたくなっちゃうわ。かわいいな。キョン君と一緒になりたいのかな。アニメラクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは鈴宮春日の憂鬱2009年放送版第3話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました。春日ですね。今回も楽しんでやっていこうと思います。愛も変わらず頭にハテナが浮かび続けている男、うん、2009年のこのもう怒涛の情報量にね飲み込まれつつある中で、まあまあまあ、なんか長門さんが普通じゃないよっていうところ、宇宙人なんだよっていうところだったりだとか、まあいろいろと明らかになっていく、この世界のベースというものが今回から明らかになっていくっぽいので、まあちょっとまたまた注目していきたいと思いますので、ちょっと次回以降今回も楽しんでやっていこうと思います。はい、もう難しいけどね、追いかけていきますよ。はい、というわけで一緒にやっていきましょう。それでは見ていきましょう。よーい、スタート。さて、行きましょう。中心ん？ 3 年間イレギュラー、それがキョン君。まあまあまあやっていきましょう。まあ、とりあえず、まあ、とりあえず、挫折した鈴宮春日を完走する男を2023夏休みスペシャルやっていきましょう。マジで無事な情報量が多いな、本当に。統合思念体日本か。鈴宮春日が危険だって観測されてるってこと？さあ、シリーズ構成、鈴宮春日と愉快な仲間たち。さあ、行きましょう。でしょでしょ。さあ、キー長監督鈴宮春日。さあ、行きましょう。制作 SOS 団春日イズム。人間だから興味を持った。情報フレア。ああ。分析不可能。ちょっとマジで分からん。限定された情報しか扱えないはずの。うん、意識していない。一息。ああ、なるほどなるほど。うん。まあとりあえず思い通りになってしまうっていうことだよね。
うん。あ、それね。うん。ああ、ああ。だから、鈴宮春日の求めに応えてるってことだよね。キョンが。無意識で。そうね。うん。おー。どういうこと？インターナショナル。言い方。まあ、春日は普通に楽しんでるつもりではあると思うんだけど。さて。あら、かわいいな。謎の転校生。だから無意識的に望んだら、その、現象が確定するってことでしょ？気になる。あら。あら。オセロを知らないながら、なんかやっぱり牽制し合ってる。びっくりした。さあ、9組ってすごいな。さて、さあ、強引に入れられたな。これで同好会結成。それは？あら！一つからないった。一つ二つ三つからなってる。あー、ちらりと見た。さて、事情を知る人しかいないってことだね。イケメンだな。あらららら。ら、あら、イケメンがすぎるな。さて、バイタリティモンスターがここから。そうね。まあでも、まあ監視が元なんだから別にいいのか。やばい、またやばい、とんでもないことさせられてる。あ、やばい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 。
う完全にやりたい放題させられてるな。かわいそすぎる。やばいやばい、結構でもノリノリ。さて、やばい、あららららららら、あのさ、もうなんかもう完全に犯罪のそれなんだけど。そうね。あら、メガネ。あら、かわいい。そうね。とりあえず全部消しておいた方がいいと思いますけど。風紀的な問題で。かわいそう、なんかもう、やりたい放題させられている。さて。さて、すごいな。そうね。何かしらの法律。さて、しっかり返す。さて、当たり前のように椅子に乗る。なぎの滝登り。すごいな。もうこのメンツが不思議だよ。すごいな、発想が。思い立ったら即行動すぎるな。はいはい。みんなで。すぐ死刑。すぐ殺されかけるな。さて。やばい。はいはい。さて。不思議な取り合わせ。あら。はい。さて、まあ、何事にも全力すぎるからな。やばい、殺される、本当に。だって思ってることが事実になるんだもん。本当に殺されるかもしれない。どうしたものかっていう感じだね。あら。あら。完全にヒロインの様相を。あら。あら。さて。未来人しよう。やばい、難しい。はいはい、イレギュラーってことね。あー、でもまた春日のあれか。我々。
そこでパラドックスが起きたってこと？なるほど。これ以上乱さないようにねえ。うん。言えない。分かってても多分言えないんだよね。そういう存在であるということだけ。さあ、そして超能力者。あ、はい、今から連絡したいと思うんですけど。うん。あら。あらー、知りたくなっちゃうわ。さて、やばい、遊んでるのバレた？やばい、死刑にされるかも。まあ、未来人を見つけました。さて。うん。さて、あら、今度はなかなかキョン君と一緒にならないね。かわいいな。キョン君と一緒になりたいのかな。本屋、本屋、図書館か。さて、完全にライトなノベルを読んでいる。さあ、やばい、やばい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 。やばいやばい、ブチ切れてる。すごいな。やばい、また怒らされる。うん。あ、終了した？あら、もう好きになっちゃう、好きになっちゃう。ミクルパイセン。どうなんだろうな、これって。でもここまで的確に集まるけど離れていくってこととかあったりするの？ああ、全部持ってかれた。ああ、あら、青い鳥、
それが青い鳥。さて、さて、すごいな。どういう能力持ってんの？何？期間。エージェント監視。3年前。おお、3年前になんか事件が起きたって言ったもんね。神。願ったらやってくる。始まった。光あれって言ったら光が出てきたみたいな。ご機嫌取りってこと？あくまで無意識化なんだもんね。どういう能力？頭がバグりそうだ。そう、なんでキョン君が春日のメガネにかな。ごめんなさい、いつもタイミングが悪い。あら、なんかいい感じになってる。すごいね。さて、なかなか難度が高いな。なんでキョンが選ばれたかっていうとこなんだよね。だから、ある日のメガネにかなったのがなんでキョンなのか。で、
不思議な人なのかと思いきや、普通の人のはずのキョンが、ハルヒのメガネにかなってることがおかしいっていうので、みんな、興味を持ってるわけでしょ？キョンもついでに観察しようみたいな話なわけでしょ？で、3年前、東中の時でしょ？ナスカの絵となんか関係があんのかな？どうだったっけな？全くもって記憶が皆無。というわけで見終わったわけなんですけれども、なかなかに複雑だな。これやっぱりそうなんだよな、理解するのにめちゃくちゃカロリー使うんだよな。だからまあとりあえず未来人、宇宙人、超能力者の3人が出揃って、まあハルヒがそういう存在、無意識的に望んだものを実現させる存在であるっていうのがまあ下地として明らかになり、そんな中でなんでキョンが求められている、普通の人間なのに超能力者だったり未来人だったりそれこそ宇宙人だったりが惹かれるのはわかる、引っ張ってこられるっていうのはわかるけど、なんでキョン君が選ばれたのかっていうところが、まあでも全体の肝ではあるんだよね。キョンはキョンで結構謎なんじゃなかったっけ、なんかね、本名不詳でみたいな話は聞いたから、どうなんだろうな。でもこれって何だったっけな、本当に覚えてないな、マジで。ねえ、やっぱりね、理解が伴わないとどんなにアニメを見ても多分わからないものですねっていう感じではあるんだけど。さあさあさあ、また次回また色々とこれを知った上でキョンがどう動くかですよね。ハルヒとの付き合い方を考えていく中で、いろいろと思ったものが現実になる。でも、ハルヒが無意識的に望んでるものが現実になるなら、あのくじだって、キョン君と一緒なはずなんだよな。一緒になるはずなんだよな。どうなんだろうね。なんでキョンを選んだんだろう。そこはよくわからないんだよな。でもなんか相当キョンへの好感度は高いよね。まあ多分それってでも、なんか友達として、なんか一緒にいるとすごい楽しいよね、みたいな感じの存在としてかなり認知っていうか、めちゃくちゃ評価が高いのかなっていうような印象ではあるから。やっぱりこれは見ていかないとっていうところですね。なかなかやっぱりリアクション動画としておー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 ってひたすら見ていくしかない。特にやっぱり僕はここら辺はなんとなく知識として知ってしまっている部分でもあるから、なかなかやっぱりなんか皆様の望むリアクションになってるかって言われたら多分怪しいところではあると思うんですけど、まあなんとかね、やっぱりこの世界観は理解したいなっていうのは非常に僕も思うところではあるので、ぜひとも皆さんね、あの補足とかいただいたりとかしていただくと、あのぜひともよろしくお願いします、助かりますっていう感じなので、お願いしたいなっていうところでもあるんだけど、でもなんかやっぱりミクル先輩が可愛いな、ミクルちゃんが可愛すぎる、やっぱりこう見ても、天使すぎるな。どうなんだろうね。でも作中ではかなりね、ファンからしたらやっぱり長戸は俺の嫁っていう名言があるくらいだから、長戸由紀が一番人気なのかな。なんかこう見るとやっぱりミクル先輩がめちゃめちゃ可愛いし、一番人気ミクル先輩なんじゃないかって思ってしまうぐらい、まあ一番はハルヒなのかもしんないけど、ヒロイン人気的にはかなりミクル先輩高くてもおかしくないと思うんだけど、どうなんでしょうね。まあ長戸は長戸でめちゃめちゃ可愛いんだけど、いやーでもっていう感じだな。なんかまだキャラクターの魅力をつかみきれていないところでもあるし、まあ設定の開示がひたすらこうパタ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 って続いていくから、それに対してどういう風に考えていくのかっていうところが非常に大事になってくるわけなんだけど、すごいな。でもキョン君はね、このハルヒの横暴についていくこの優しさよ、普通にみんな友達になりたいんじゃないかと思ってしまうぐらいノリが良くて優しくていい子、いいんじゃないかなっていうところではあるかな。背も高いしね、イケメンなんじゃないか、モテるんじゃないか、彼みたいな子はっていうところではあるんだけど、さあさあさあ、まあまた次回どうなっていくのか、まあ本当に下地が分かっていく中で、あとは今日はその事実とどう向き合いながらハルヒに向かってこう立ち向かっていくのかっていうところとか、いろいろとなんか気になる部分だったりっていう、やっぱりこの世界構造の謎みたいなものをどんどん多分キョン視点で明らかにしていくっていうフェーズになっていくと思いますので、まあちょっと今回いろいろと注目していきたい、次回以降もね楽しんでいこうと思いますので、ぜひとも夏休みスペシャル毎日、こうね、やっぱり鈴宮春日を見返してみようかなって思ってる方とかと一緒に楽しめたらと思いますので、よろしくお願いいたします。以上、鈴宮春日の憂鬱第3話でした。バイバイ。